そだけ。ごめんのせいや、早く。謝り、頭下げろや、謝り。激しい口調で土下座を要求する T シャツ姿の男。詰め寄られているのは、同じ電車に乗り合わせた男子高校生です。その直後、高校生が頭を下げた瞬間、男は頭を踏みつけたのです。その後も男は謝る高校生に殴る蹴るの暴行を続けます。そうだけなあ、お前俺に喋りかけれる分際ちゃうんだ。暴行を加えているのは、傷害の疑いで逮捕された宮本一馬容疑者28歳。今日、身柄が検察に送られました。事件があったのは、栃木県を走る JR 宇都宮線の電車内。警察によりますと、おととい電車内で禁止されている喫煙をしたという宮本容疑者。注意してきた男子高校生を殴るなどして大怪我をさせた疑いが持たれています。これはその時の電車内を捉えた映像です。宮本容疑者が謝る高校生に暴行を加えている様子が映っています。この騒動に車掌が駆けつけますが、こいつから先に手上げてきたんだよ。宮本容疑者はさらにヒートアップ。車掌の制止も聞かず高校生に詰め寄りました。宮本容疑者はその後、電車から高校生を降ろし、さらにホームでも5分ほど暴行を加えたといいます。高校生は頬の骨を折る重傷を負いました。